ロンドンスクールオブエコノミクス、ロンドンスクールオブエコノミクス A は社会科学に特化したロンドン大学を構成するカレッジの一つである。ただし、ロンドン大学を構成する他のカレッジと同様に通常は独立した個別の大学として扱われている。ロンドン中心部オールドウィッチにキャンパスを構える。経済学が特に有名で、 同分野における主要な大学ランキングにて、英国を含む欧州全域で1位の評価を受けると、共に、関係者から13人のノーベル経済学賞、受賞者を輩出するなど、世界最高の教育、研究機関の一つに数えられる。また多くの学問分野を開拓するなど、経済学のみならず社会科学全般において、多大な貢献をしており、2019年の、 QS ワールドユニバーシティランキングスにおいては、社会科学分野で世界2位、欧州うち1位と評価されている。社会政策をはじめ、ルスが発祥とされる世界的に著名な学問分野を有する。近年では、NGO のマネジメントに関する研究や、環境経営学、欧州共同体研究、開発学、平和構築、紛争解決学などの分野において、 パイオニア的な存在となっている。現在までに卒業生、教員、創立者から計19人のノーベル賞受賞者、経済学賞13人、文学賞2人、平和賞4人、53人の各国首相、大統領、国家元首を輩出している。英国政治の中心英国国会議事堂から、経済の中心シティのイングランド銀行までの中間地点ニルスのキャンパスはある。 双方へ徒歩15分程度の距離である。ルスの隣は、イングランドの最高裁判所である、王立裁判所で、近隣には、リンカーン放送員など、司法関連の施設や弁護士事務所が多い。BBC ワールドサービス本社が入るも通りを挟んで、向かいにある。キングスウェイを西に渡ると、コベントガーデンで、ロイヤルオペラハウスなどがある、ウエストエンドの劇場街になる。 キングスウェイを北に10分ほど歩くと大英博物館がある。ルスのキャンパス自体は手狭であるが、上記の通り、近隣の文化施設へのアクセスが極めて良い。またルスの北隣には、リンカーンズ・ウィン・フィールズという広場もあり、都会型キャンパスを望む者には大変恵まれた立地である。隣接のピーコックシアターでは、ロンドンを訪れた各国首脳などの著名人の公演や、 卒業式などのセレモニーが行われる。なお、ルスで行われた講演の多くは、ポッドキャストとして公開されている。ルスには、社会科学専門大学としての先進性を支えている図書館、ブリティッシュライブラリー・オブ・ポリティカル・エコノミック・サイエンスがある。ノーマン・フォスター設計で、大きな螺旋ん階段が印象的なこの図書館は、世界最大の社会科学専門図書館で、 2002年、現在、蔵書数は400万冊を超え増え続けている。ブラップスは国連帰宅図書館に指定されているが、他の国際機関や世界中の政府発行の統計資料も数多く揃えている。ルスの学生、研究者はこの図書館のコンピュータから2万以上のジャーナルを購読可能。ロンドンは高い物価で住みにくいとされているが、 ルスはほぼすべての留学生に対しリーズナブルな料金で量を用意している。ルスの量はコベントガーデン周辺やアンティークで有名なエンジェル、観光名所でかつ最近ではトレンドスポットとされるタワーブリッジ近くのバトラーズウォーフなどに位置し、学生はそのメリットを十分に享受することが出る。ルスは主に以下の学部で構成されている。ルスは 社会科学専門の大学なので理系の大学との比較は本来不可能である。しかし、イギリス政府が行っている公的な研究査定や新聞社の評価などで、留守の現状やイギリス国内や世界における位置づけがある程度把握できる。は、数年に一度イギリス政府が研究機関に対して行う研究成果の公的な調査及び査定である。 イギリスの研究機関で行われている研究を何十もの分野に分け、その分野の専門家がお互いの研究成果を査定し、イギリス政府はその結果に基づいて国内の研究機関への資金配分を決める。来はこれまで1992年、1996年、2001年、2008年の4回実施されている。最新の来、2008年版によると、 総合ランキングでルスは第2位であった。評価方法が変更されているので正確な比較はできないが、この結果は前回2001年の調査の4位から改善している。また、第2008年版によるとルスの研究の約35%が世界トップレベルと査定された。これはイギリスのどの大学研究機関よりも高い比率でインディペンデント誌は この結果を重視し、ルズをイギリスで最高の研究機関だと評している。最新の来の結果を分野別に見ると、経済学、ヨーロッパ研究、法学、社会政策学の各分野で、イギリスで第一位、文化人類学で第二位であった。特に経済学や社会政策学は研究の60%、50%が、 世界トップレベルという非常に高い評価を受けた。イギリスでは新聞各紙が独自の視点に基づいた大学ランキング、総合ランキングは各記の表を参照を発表している。サンデータイムズ紙は1997年から2007年までの10年間の総合ランキングで LS を第3位にしている。またガルディアン紙は二千三年度版の大学案内で世界中の どの大学よりも今日の国際政治に与えた影響が大きいとルスを紹介している。詳細なデータが公開されているインディペンデント誌の2016年度版のランキングを見てみると以下のようなルスの特徴が読み取れる。留守は、教育情報の専門会社が毎年発表している世界大学ランキングである。このランキングは二千七年に大幅に査定方法が変更され、 自然科学系、工学系専攻のない大学は不利になり、ルスは大きく順位を落とした。しかしながら、近年では再び順位を上げつつある。また、社会科学分野では、世界2位、欧州うち1位となっている。イギリスの新聞タイムズが、毎年発表しているザ世界大学ランキングにおいて、ルスは以下のように評価されている。 上海ランキングカンサルティンシーが毎年発表している。世界大学学術ランキングにおいてルスは以下のように評価されている。ルスの中で高い評価を受けている分野として以下の学問分野がある。世界各国から留学生が集うルスには日本人学生も多数在籍している。2014年度には学部生16名。 大学院生81名の合計97人がルスで学んでいるが、大学公認の同窓会として、日本は元より世界のルス同窓会と連携して活動している。また、日本の大学の教員や学生が交流協定を通じてルスに毎年留学している。ルスが学術交流協定を結んでいる日本の大学は、東京大学、一橋大学、 東北大学、慶応義塾大学、国際キリスト教大学、学習院大学である。留守の森島道夫教授の尽力により、1978年にトヨタ自動車とサントリーが共同出資し設立した研究機関スティスアードがあり、日本経済から貧困や社会的排除まで幅広い分野で研究活動を行っている。武蔵大学の発表によると、 一年次で実施する試験を通過した経済学部生35名程度を対象にロンドン大学と武蔵大学とのパラレルディグリープログラム PDP を展開しており日本にいながらにしてロンドン大学の学位取得を目指せるとしているルスがそのプログラムの学術指導を期末試験の出題採点を行っているただし講義は武蔵大学の教員がべて英語で行い 学位は留守からではなく、ロンドン大学から授与される。しかし、同プログラムを受講している武蔵大学生は、武蔵大学全体の1%未満、2016年11月時点に止まっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。